レトクシリーズ第2弾、ホンダ F1、RA107 を作ってみた。世間に需要はないだろうけど自分が作りたいものを作る誰得シリーズで、ちなみに第1弾はヘラクレスオオカブトのメスだった。今回作ったのはみんなの記憶から消えている黒歴史の RA107 です。さらに RA108 はもっと空気です。前年の2006年までラッキーストライクカラーのホンダ F1 は絶好調で、ミハエル・シューマッハのフェラーリには歯が立たなかったものの、RA106 でジェンソン・バトンが1勝を挙げたりフロントローを獲得したり、タクマが表彰台に上がったりとそこそこの成績でした。ところが、翌年デザインを一新した青いアースカラーの107は、テクニカルディレクターが変わったからなのか、タイヤメーカーがミシュランからブリヂストンに変わったからなのか突然調子を落とした。自前の風洞を使ってデザインを一新したらしいけど、素人には前年の106との違いがほとんどわからない。ボディカラーが白から青に変わったのと、ノーズが細くなったことはわかるけど、他はほとんど変わっていないように見える。この青いアースカラーも大型スポンサーがないことをごまかす苦肉のデザインだったんじゃないかと勘ぐってしまうけど知恵を使うところはそこじゃないだろうと思った。大型スポンサーがなくなって開発費が足りなかったのかな。ちなみにこのアースカラーはグランプリ開催地がボディの中心に来るのでグランプリごとにデザインが異なる。自分で塗装するのは不可能に近いけど、今回たまたまネットでスタジオ27のデカールを入手できたので縮小コピーして使った。デカールが市販されているということはガレージキットがあるんだけど、どこで売ってるんだろうか。当然インジェクションキットはないし、あったとしても売れるとは思わない。話を F1 に戻して、翌年の RA108 はさらにひどい成績で、途中でシーズンを捨てて、次のマシンの開発をすることになった。せっかく開発したダブルディフューザーのマシンを残してホンダは F1 から撤退。ホンダが残したそのマシンに70馬力アップとの噂のメルセデスのエンジンを乗せたブラウン GP が勝ちまくってチャンピオンを獲得するという思い出したくない。悪夢。でも第4期のマクラーレンホンダに比べたらこれくらいまだ可愛いものだった。この後さらに悲惨な悪夢が訪れるとは予想もしてなかった。第4期の時偉い人が F1 は社員教育の場だと言っていた記憶があるが、そんなに甘い世界じゃないことを思い知らされた。マクラーレンもアロンソもビルニューブも大嫌いになったけど、ホンダエンジンが壊れまくったのも事実。休まず参戦しているフェラーリですら勝てる時もあれば全く勝てない時もある。むしろ勝てない時の方が多いんだから、たまに参戦して勝てると思う方がおかしい。ちなみに第4期のマクラーレンホンダはエブロのプラモデルを買ったのでもうお腹いっぱい。自力でモデル化するモチベーションはない。今回モデル化した107は新ギバースにアップロードしてありますが、資料がないのでリアセクションは不正確です。いつかモテギで実写を観察していきたいです。ご視聴ありがとうございました。